ベラ・コンスタンチノブナは、ロシア大公女、ビュルテンベルク皇、ビルヘルム・オイゲンの妻。ロシア皇帝ニコライ一世の次男コンスタンチン、大公とザクセン・アルテンブルク区下出身のアレクサンドラ・イオシフォブナの次女として、サンクトペテルブルクで生まれた。ベラは、幼年時代をサンクトペテルブルクで暮らした後、1861年に、父コンスタンチンが、ポーランド復となったために、一家は、 ワルシャーへやってきた。ベラは手のかかる子供で怒りに任せて乱暴になったり、正反対に神経質になったりした。娘に手を焼いた両親はコンスタンチンの実施でビュルテンベルク王妃、オリガのもとへベラを預けた。1863年12月7日、両親に連れられてシュトットガルトへやってきた9歳のベラは子供のいないカール一世と王妃オリガに引き合わせられた。 公的には医学の進んだドイツで子供に治療を受けさせるためだとしていたが、ロシア宮廷からベラの病気を隠すために両親がしたのだった。オリガはベラが手のかかることを承知で喜んで世話をし、すぐに彼女のおばは実母と同じ存在となった。オリガとカール一世は養父母として献身したが、最初に彼らはベラの症状を少々改善させたのみだった。 ベラはホームシックになり、より症状が悪化し続け、養父母に向かって身体的暴力を振るい始めたのである。周期的にベラは陸軍士官の監視下に置かれ、鍵のかかった部屋に閉じ込められるのは一度や二度ではなかった。カール一世はベラを連れて散歩をし、夕刻には彼女のために聖書の一節を読んで聞かせた。1866年頃から、 ベラの症状は徐々に改善していったが、オリガは辛抱強く時間をかけ、ベラはやがて分裂した振る舞いから脱したのである。今や若い女性として、ベラは内省的で、恥ずかしがり屋だが知的であった。彼女は儀礼を嫌った。ベラの外見は、彼女の性格のように、一風変わっていた。ベラはカールした厚いブロンドの髪をしていて、単発に沈んぐりしていた。ベラと、夫。 オイゲンカある一世とオリガは1871年にベラを正式に養女とした。夫妻はベラとビュルテンベルク王家の文家出身のビルヘルム・オイゲンとの縁談を用意し、結婚後もベラがドイツを離れなくて良いようにした。婚約は1874年1月に整い、双方の家族から祝福された。ジップ・コンスタンチンは義兄夫妻にあてて、 娘を養育してくれたことへの熱い感謝の気持ちを書き綴った。オリガは私の問題児は今や幸福な花嫁で花婿と相思相愛です。私はこんな幸せな結末が待っていると夢見たこともなかった。オイゲンはすでに王にとって息子同様です。と書き残している。19歳のベラと28歳のオイゲンの華麗な挙式は1874年5月4日に シュトゥットガルトで執り行われた。この教式に、ベラの父方の叔父である、ロシア皇帝アレクサンドル二世も出席した。彼は命に人を引きつける魅力がないのを知り、陰銀でなく、白状するが、じっとも花婿を羨まないね、と言ったという。しかしながら、アレクサンドル二世は持参金として、ベラに100万ルーブルの持参金を用意している。ベラとオイゲンは、シュトゥットガルトに、アカデミエという、 大きな邸宅に移り、その年のうちにベーラは、長男カール・オイゲンを出産した。1876年、ベーラは、創生児の女児、エルザとオルガを生んだ。しかし、ベーラとオイゲンの結婚生活は短かった。ビュルテンベルク軍士官であったオイゲンは、デュッセルドルフで、軍務中、1877年1月27日に、突然死去した。死因は、公的には、 落馬が原因とされたが、実際は冒険心の流行る孔子は、決闘によって殺されたのだった。結婚生活はわずか3年で終わり、23歳で未亡人となったベラは再婚しなかった。ここクロシアへ戻ることも選択できたが、若い未亡人は母国とも思い、王の庇護を受けるビュルテンベルクに留まった。しかし、ベラは、キリシャ王妃となっていた実子オリガ・コンスタンチノブな同様、 頻繁に、ロシアの家族に会いに行き来をしていた。1891年に、カール一世が死去すると、ベーラは相当の資産を相続し、その1年後に、王妃オリガが亡くなると、オリガの住居であった、シュトットガルトのビラベルクを相続した。ベーラは、施策を好み、自宅は、家族演者同様に多くの芸術家が集う場所となった。再起に富離し付きの大工女ベーラは、ビュルテンベルクで人気があり、 彼女は事前活動に身を投じていた。彼女は30以上の組織を運営し、緊急した女性のためにベラの家という避難所を作り、シュトットガルト市内で診療所を開いた。市内に建設された聖教会の聖ニコラス教会にも関わった。二人の娘たち、孫たちとベラはしばしばロシアを訪問し、1896年5月のニコライ2世戴冠式には二人の娘たちと、 出席した。長女エルザは、1895年1月に、ザクセンコーブルクゴータ公、アルフレートの長子アルフレートと婚約が整ったが、すぐに破談となり、エルザは当園にあたるアルブレヒトフォン・シャウムブルクリッペと結婚した。同じ年、次女オルガは、義兄の弟マクシミリアンフォン・シャウムブルクリッペと結婚した。オルガの運命は、母ベラと似ていた。オルガは三子の母となり、 結婚から数年のうちに一子と夫を失って若い、未亡人となり、二度と結婚しなかった。年を重ねるにつれ、ベラは健康を害した。専門家は、ベラが、武闘病を発病していると指摘した。ベラの付き添いのため軍士官がつけられ、外出先でぶつかったり転倒して、自身で負傷しないよう配慮された。二十世紀になると、ベラは小さくなり越えて、丸い顔になっていた。 彼女は単発にして男性のような服装を好んだ。極端な禁止になって美眼鏡をかけていた。彼女は一風変わっていると思われていたが、ユーモアのセンスと面白い仕草で親やたちに好かれていた。彼女は家族に好かれる存在だった。長くビュルテンベルクに暮らすために、結果としてベラは政治的にも信仰も自分のロシアの親族と相入れなくなった。彼女は親ドイツ派で、 ハンドイツ的なロマノフケとは合わなくなった。ベラは非常に信心深くなったが、聖教の教義を理解することはなく、1909年にルター派に改修し、ロマノフケを仰天させた。彼女はビラベルクの敷地内にプロテスタントの教会を建設するよう命じた。1912年、シュトットガルトで死去した。ベラとオイゲンは三死を設けた。ありがとうございます。